猫背の大趣味部屋へようこそ。今回はね、フィギュア紹介ではないんですね。はい。視聴者の方から、コメントいただいてね、自分が持ってる、フィギュア、のランキングっていうのをね、知りたいということで、今回はね、順位付けという感じでね、紹介していきたいと思います。ですが、フィギュアがあまりにもね、種類が多すぎるんで、区切ってやりたいと思います。今回はね、ご覧の通り、ドラゴンボール、ドラゴンボールのね、持っているフィギュアの、ランキングを、ご紹介していきたいと思います。まず、第10位から始めましょうか。第10位はこちら。はい、一番くじ、結構前のね、一番くじですが、フルパワーフリーザ。これはね、今見てもすんごい出来。最近の一番くじを凌駕するぐらいの出来の良さだよね。これはね、マジで半端ない。エフェクトもついてるし、支柱がステンレスみたいなので、造形力がマジ半端ないね、これね。もうそっくり。で、筋肉の血管とかも入ってるしね、もうこれ言うことないよね。これはね、ほんと素晴らしい。で、続いて第9位。第9位は、こちらですね。はい、こちらはね、プライズ品です。はい。ゲームセンターで取れたやつなんですが、これも半端なくないですか。敵がね、ほんと半端ない、これは。このポージングがね、すっごいなんかこう、新鮮味があるよね。もう私服の航空。もうね、小物類がね、もう抜群だね。水筒飲んでて、ゴーグルも手に持っててね。で、尿意棒。で、リュックサック。で、帽子。で、台座はね、ドラゴンボールっていうね、ロゴが入ってる台座。これはね、もう、極地でもすんごい似てるし、もう造形力も半端ないね。いや、これはね、今見ても抜群の出来。この私服自体がね、すごい珍しいからね。ということで、続いて第8位。第8位に行きますが、第8位がね、こちらですね。ご覧の通り、5000円くじ。SMSD ですね。こちらはね、悟空とベジータが映ってますけどね。これは一括りに SMSD ということで、こちらが第8位ということでね。いいんですよ。いいんですが、ベジータの方がね、ちょっとね、若干ちょっと、もうちょっとなんとかなんないかなとは思ったんですけどね。悟空の方もね、SMSP から比べたらちょっとって感じにはなっちゃったんだけど、このポージングがね、もうね、サンシャイン池崎が出たからね、もうちょっとサンシャイン池崎にしか見えなくなってきちゃった。あいつが悪いな。はい。あとね、下にね、漫画ディメンションのね、悟空と浦飯祐介映ってますが、これは別に、特に、順位と関係ないんでね。はい。続いてが、第7位ですかね。はい。第7位がね、ここら辺からね、ちょっと順位がね、難しくなってくるんですが、はい。こちらです。SMSP からベジータです。はい。これね、ちょっとね、
撮るあれがねちょっと下手くそになっちゃったんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、障害物が多くてね撮りづらかったんでこんな角度になっちゃいましたが、はい、こちらの SMSB ベジータ、いやこれはねほんとね 2D 二次元塗装が半端ないよねこれね、うん、すっごいなんか二次元塗装がねめちゃくちゃいい。これまあ悟空の方もあったけどこれの二次元は群を抜いてすごかったね、うん、未だに、根強い人気があってね、プレネで取引されてますけど、はい、で、これが、第6位が次、第6位だよね、第6位が、こちらですね、はい、魔人ブー、これはフィギュアーズゼロ EX ですね。まあ、フィギュアーズゼロ EX は他にも持ってますが、この魔人ブーだけね、群を抜いて、めちゃくちゃかっこいいし、出来がいい、うん。これはね、フィギュアーズゼロ EX の中で一番好き。うん、これは、ほんと、出来がいいよね、これね。もう評判もいいしね、これは、造形も。いや、これはマジでね、決定版じゃないかなと思うね、うん、ということで、次が、第5位ですか、はい、じゃあ第5位いきますか、そうですね、もう第5位はね本当ねもうここからマジでねもうあんまちょっとねあの差がない、差がないっちゃ差がないんですよはい、第5位が、こちらですね、はい、SMSP から、スーパーサイジン4の、孫悟空ということでね、いやこちらもねほんとねもう出来が素晴らしいよね、うん、二次元塗装はねやっぱベジータと比べたらちょっとね劣るっていうのがねもうちょっとなんかなーっていう感じはあるんですよね。あと白黒の方も白黒好きなんですが白黒もね目だけちょっと金色に塗ったりとかしてほしかったなっていうのがありますね、まあ、あとね栄翔とかのやつがねもうちょっとあのシャドウ拭いてちょっとね、グラデーションとか陰影をつけてくれたらもう完璧だったんですけどね、そこら辺がちょっと惜しいなとは思います、はい、ということで次、第4位ですね。いやもうね第4位とかもまあまあって感じなんだけど、第4位はこちら、はい、まあね国内品ではないんですがやはりね、ちょっとこれはマジで、半端ない出来だし、個人的に本当大好きなんですよ。でかいしねで、ライトアップ機能もあるということでね、スーパーサイジン4の孫悟空、こちらはねエクシード、うん、エクシバンド MRC から出てますスーパーサイジン4の孫悟空、いやこちらはね変身前のチビ悟空からスーパーサイジン4の悟空になる場面みたいな感じだよね、うん、若干ね、まあこの動画が、撮ってありますけど、ちょっとねエフェクトの折れがあったんですよね。それがちょっとねショックだったな、うん、まあでもねほんとこれはねいや結構批判を浴びるかもしれないけどほんと出来がいいんですよ、うん、まあめっちゃかっこいいからね、いやこれはあとね、まあ、手放せないつうかねこれほんと重いし箱がでかいんでねめちゃくちゃもう送るのが大変なんでね売ることはないと思います、うん、売りたくても、発送がめんどくせえっていうねはい、
で、続いて、第3位ですかね、ついにトップ3の発表です。第3位、これもなほんとね、いろいろ難しいんだよね。はい、こちら、はい、ということでね、まあこちらもね、ちょっと海外製品になっちゃうんですけれどね、フィギュアクラス、から、出てます。身勝手の極意、兆しの極、まあ極みの頭部もついてますが、まあこれはね、ほんとね、めちゃくちゃかっこいい。これはかっこいいの一言に尽きる。まあかつね、ライトアップ機能もついてるしね、いやこれほんと素晴らしい、めちゃくちゃかっこいいよね。自分、これもね動画撮ってますけど、自分のね動画の中で一番の再生回数を叩き出してる、フィギュアにもなるんでね、いやこれはね、一応ね今でもオークションとか手に入りますけど、あのここで皆さん注意してください。今オークションに出ているこのフィギュア偽物です。はい、皆さんね間違えて 買わないように、まずね、シリアルカード、こちら似せてはいますが、違います。ホログラム加工もないし、あと裏書きのね、横になってるカードの裏書き、これがないやつです。はい、なのでね、あとまあよく見ればわかるけどね、顔がねちょっと変なんですよね、だからねそれはもう本当に偽物です。皆さん本当気をつけてください。これまあ出品者のね評価見ればわかると思いますけどね、まあ結構偽物売りつけてんじゃねえよという評価がついてるぐらいなんでね、わかるとは思いますが、皆さん気をつけてください。こういうね贋作も出回っちゃってるぐらい結構人気があるってことですからね。でいよいよ、トップ2、第2位です。はい、第2位、じゃじゃん。いやほんと申し訳ない、ほんと海外製品続いちゃうんだけど、いやこれはほんと造形とかで見ちゃうからね、どうしてもフィギュア好きとしてはこれはやっぱ外せないんですよ。龍拳爆発のスーパーサイジン3の悟空、こちらもねエクシーランド MRC から出ている、特大フィギュア、こちらもねライトアップ機能がついてますし、まあ、何より細かい造形が、道着のね、布の質感とかもすっごい再現されてるし、まあ、何よりね結構似てるんですよマジで。あとこのね、竜のこの鱗とかも一枚一枚すごい丁寧に作られてるんですよね。重さは約30キロってね、ちょっと持ち運ぶのには、腰の骨が折れるんじゃないかというぐらいそこまでいかないか、そんぐらい、まあ、ちょっとすごいものです。はい、ちょっと語彙力がねえな、ということでね、第2位がこれになりますね。はい、いよいよ、来ました第1位の発表です。第1位はこちら、はい、出ました、国内品ですよ。はい、やっぱこれはね、なんかやっぱ自分の中でなんか一番だよなーって思っちゃうんだよね。プルービー、から出てます、出てました、親子カメハメハ、はい、劇的ディオラマ、劇的ディオラマ、はい、こちらのね、親子カメハメハ、こちら結構前に出たんですけどね、やっぱ今見てもめちゃくちゃかっこいい、ご飯もすごいよくできてるし、悟空がねめちゃくちゃかっこいいんだよね、
や今見てもなんだろうね、もうすごい造形力。これは中澤さんがね、造形師の中澤さんが作ってるんですけれども、抜群だよねもうね、もうすっごい造形力。これが定価確か9800円とかくらいだった気がするんだけど、今だとね、だいたい開封品でも5、6万、未開封だと8万くらいはするのかな。うん、まあ、ちょっと前まではね、10万とかしてたんですけど、ちょっと値下がりし始めましたね。うん、まあ、それもこれもね、こちらは本当に偽物がめちゃくちゃ多く出回ってるんですよね。まあ一番の見分けはね、箱に版権シールが付いてないっていうのがね、一番見分けやすいんですが、たまにね、箱なしで箱捨てちゃいましたとか言ってね、本体だけで出品されている方いますけど、あのね、一番の特徴、ご飯のね、口が閉じているのが製品。ちょっとでも口がね半開きになってるのは偽物。はい、あとね、この塗装がね、めっちゃテカってるのは偽物です。本物はもう艶消しになってますね。うん、であとね、髪の毛の造形は、正規品はもうツンツンです。尖ってます。触るとね結構痛いです。偽物はバナナ。めっちゃちょっとバナナチック、美味しそうなバナナみたいな感じね。はい、そこら辺でねちょっと見分けていただけたらなと思います。とにかく雑です、偽物は。まあね、一応ちょっとドラゴンボールオンリーだけでもね、いろいろねまだ紹介してないのもあるんでね、ちょっと僅差とかなんだよね本当。まあ一応ね、まあ、ランク付けをするならっていう感じで、ちょっと選ばせていただきましたがね、まあこれからねどんどんフィギュア出てきますんでね、その都度まあ順位は変動しますんでね、今もね、2018年12月4日、現時点では、この、ランキングということになります。もちろんね自分の、気分次第というのもありますが、常にねランキングは変動します。はい、まあ、とにかく今のランキングっていうことで理解していただきたいなと思います。まあね、一応ちょっとフィギュアはね他にもねいろいろあるんで、ちょっとね、ジャンル分けをして、発表していけたらなと今後も思います。まあ、このね、ちょっと動画が、結構評判良かったらですけどね、他のフィギュアのランキングも紹介していきたいと思います。まあ、一応ねその時はコメントください、他のランキングも知りたいです的なね。うん、まあとりあえずね、今回はドラゴンボールのみというランキングで発表させていただきました。もしね、これを見てね、よろしければね、いいねボタンを押してください。あとね、ぜひね本当コメント欄、いただければなと思います。まあ、あとは、チャンネル登録してない人はぜひお願いします。ということで、今回は、こんな感じで終わらせていただきたいと思います。またね長々と、最後まで見ていただき本当感謝いたします。ご視聴どうもありがとうございました。